はい、今日はねパンラジオっていうのをちょっとやろうと思うんだけども、あのパンって動画の作り方の動画だけではちょっとね伝えきれないことがあって、というのもね、パンって水が何グラムですかとか、あと焼き時間何度ですかとか、細かく正確じゃないといけないとか、あとそういうねイメージが結構先行してるっていうか、そういうのがあって、なんていうのかな、そうじゃないみたいなね。要はね、私たちはウェスタナイズされた生活をしていると結構思いがちなんだけども、やっぱりねご飯の文化圏の人なんだよね。だからね、やっぱパン食べてる人もここ数十年だよね多分ね。だからね、パンってやっぱりちょっと特別っていうか、あんまりやっぱり本当の意味で馴染みはないんじゃないかって思うね。あの例えばご飯を炊くときに水何 cc って何分浸して炊く前にってやってる人あんまりいないと思うよね。適当に目盛りこの辺とか、あ昨日ちょっと硬すぎたからちょっと水足そうとか、そういう感じで適当でやできてるよね。だけどパンってなるとみんな何 cc ですか、何グラムですかとか、温度は何度ですかってなって、ものすごく細かくなってしまうのは、これはねやっぱりね、パンの文化が根付いてない、ご飯ほど日常として、日常のものではない、まあ日常的に食べてるんだけど、もっとなんていうの、深い意味でね、あの歴史が浅いからこう根付いてないっていうのもあるんじゃないかなと思ったりして、あとなんていうの、いろんなイメージがあるよね。あのイースト、初心者はイーストのパンをからやらないととか、サワー種は難しいんじゃないかとか、カンパーニュみたいのは家で焼けないとか、いろんなねこうイメージ、パンのそのイメージがそうね邪魔をしてるんだよね、そのパン作りにね。だね、その辺はねちょっとパンラジオでどのくらい適当でいいのかっていうのとか、あと私がどうやってサワー種とかを独学で、まあ、私は誰にもあのパンは習ってないんだけども、誰にも習わないでサワー種をどうやって作ったのかとか、まあ、パンを始めた理由っていうのも、まあすごい不思議な物語があるんだけども、これは、まあ、そこから今日は話そうかなと思うんだけども、まずね最初にパンを始めたのは、そうね、大元をたどれば多分ねリーマンショックじゃないかって思うんだよね。大元をたどればなぜパンを始めたかっていうと、2008年のリーマンショックが結局はねずっとこう紐解いていくとそこにつながってくるのね。2008年リーマンショックがあって、でそこでね2009年に仕事を失うわけです、ね、そのリーマンショックの影響でね、まあ、要はクビですね。でその時に取引先っていうか、まあそこは開発部だったんだけども、日本で開発したものとドイツで開発したものを合わせて製品にして世の中に出すみたいな、そういう仕事だったんだけども、まあ開発部で私は別に開発する人じゃなくてテストをする人だったんだけども、そこでね一番最後の日にクビになる、まあ最後の日にちょっとやり取りしてたドイツ人の人にも連絡しとこうかなと思って、まあ、向こうの割とトップの人に、ああそういえばね今日で仕事終わりなのよ、今日で去らなきゃいけないのこの会社とか言って、でまあそんなことはないとは思うけど、もしあなたの会社で必要なことがあったら、例えば日本人がいるだとかそういうことがあったら言って教えてねみたいな、最後そのメールを送って、会社は去っちゃうから、その自分の会社の E メールアドレスはねなくなっちゃうから、 G メールのアドレスかなんかくっつけてね、で送ったらね1週間後ぐらいに返事が来て、じゃあ履歴書とか送ってっていう、
まずいなと思って、英語で履歴書とか書いたこともないし、どうやって書くんだろうとかして、まあ1週間ぐらいかけて書いて、書き方なんて全然わかんないからね、ネットとか見ながら、まあ真似をして書いたって感じでね、ネットとかを見つつ、それで、まあ、最後はちょっと英語ができる友達にちょっと見てもらったりとかして、でしたらまあなんかトントン拍子でその3ヶ月後にはもうドイツ行くことになっちゃって、でドイツに就職した。まあその辺の話はね、ドイツで鍛える生活っていうあのブログっていうか、まあホームページでずっとそっからの不思議な流れがずっと書いてあるので、まあ興味がある人はエッセイみたいなもんなんで、ただで読めるので通勤のお供にでもね読んでみてください。でまあそんなこんなで、まあいろいろあってね、2011年ちょっとなんかこのドイツの生活は厳しいなと思って、まあすごい北部のすごい寒いところにいたからね、田舎町の、結構駐在じゃないから直に雇われてるから、いようと思えばずっといられるわけよね、ドイツに。その現地人と一緒なわけだから、同じ待遇で、まあ同じようにね税金を納めて、で税金は確かにね、ドイツの場合何年だったかな、7年ぐらい払ってると市民権みたいのがもらえたと思うんだよね確か。なのでこのままドイツにいるっていう覚悟がなかったんだよね私。いつまでドイツいるんだろうと思って、これは結構早く帰るか、今思えば、まあ、別にもうちょっといてもよかったかなと思うんだけど、早く帰って日本で生活を立て直さなきゃいけないかもしれないと思って、でね2011年にまた戻ってきた。ちょうどね震災の2日前ぐらいね、もうそう帰ってきたらもう大地震みたいなね、そんな感じだったんだけども、それでね全てアパートとか全て引き払って日本を出たでしょ。で荷物もまあほとんどないわけよね。でそんな状態で帰ってきて、実家がたまたま東京なんで、まあ実家にちょっといて、まあそれで震災が来て、まあ仕事もしてないでしょ、まあ時間はあると。で何していいか全く分かんなかったよね、何しようかなって。でも自分が好きな原点に戻ろうみたいな感じになって、これからはもう好きなことじゃないと続けられないみたいになって、今までやってた仕事は、まあ、コンピューター系だったんでね、ちょっとねコンピューターに弱かったんだよねコンピューターに弱かったの、弱いのにそういうところにいたから結構しんどいくて、あとコンピューターが好きでっていう人は土日もそういうのをいじると思うんだよね。でもね土日とかそういうことしないからね、技術もね全然追いついていかないしね。でこれはもう これはこの職業はずっとできないと思ってて、でまあいろいろなんか変なところに履歴書とかも出したりしてんだけど、まあ、ことごとく落ちるわけだね。まあ経歴がねやっぱりちょっとね変だからね、経歴がねダメだね、まあ、経歴だけじゃないかもしれないけどねでそれでね友達がね、要はそのチャネラーっていう人に会ったっていう、チャネラー何それとか言って、宇宙と交信だよとか言って、宇宙と交信 何それとか言って、怪しいねとか言って、でもなんかちょっと当たってるような気もするんだよねみたいな話をしてて、そんな高くないからちょっと面白いから行ってみなよとか言って、で行ったわけですよ、その、まあ、占いみたいなものにね。そしたらね、あんまりね当たり障りのないことをさ言われて、最初なんかつまんないなと思って、これで終わっちゃったらつまんないなと思って、最後の最後に引いてみた。自分が気づいてないもので、何か合ってるもの向いてるものってありますか、したらその人がね、こうなんかこう宇宙と交信してる感じでポッポンって言ったのね。でパンパンみたいな、したらなんかまあ、パンパンパンを作るといいです、パンって言った。パンパンですかつって、まあそんな感じでそのあれは終わっちゃったの。でその終わってから友達にパンって言われたけど、全
全く作りたいって思わないし、食べるのは好きだけど作りたくは特には作りたいとは思わないけどねとか言って話をしたら、こんなねもう時間があるんだから作ってみりゃいいんだよって言われて、あそうって言って、やっぱねそういう時ってねいろんなヒントがねこう仕組まれてるっていうかねあるんだね。でその後にね代々木公園を友達と歩いてた時に、代々木上原のルヴァンが美味しいよって言われて、へーとか言ってて、まあ、この辺がねずっとつながってくんだよね。占い師みたいな人でね、パンって言われるでしょ。でその後にパンねと思うでしょ、どうでもいい、作るとかどうでもいいけどって思うね。でその後にね、まあ暇なんだが作ってみなよっていう一人目の誰かこうね作ってみなよって言った人がいたと。それで次に代々木公園歩いてた時に友達が、代々木上原のルヴァンが美味しいよって言った人がいると、ふーんと思って、代々木上原のルヴァンを調べる、帰ってからしたらなんか本が出てると、じゃあ本を買ってみようと。それがこの本なんだけども、でちょうどねこれまたね運が良かったことに、ね、時期、これはねルヴァンの天然酵母館っていう本なんだけども、これがまたね時期が良かったんだよね。天然酵母ってやっぱりねサワー種を、その天然酵母ってこれまあいわゆるサワー種のことなんだけども、暖かくないとうまくいかないね、やっぱり発酵機がない場合は。でもまあ当然素人だし何も持ってないので発酵機ではないんだけども、ちょうどその時期がね6月ぐらいだった。でこの絵の書いてある通りにやって、全てやったらパンができた、カンパーニュが。それがまあそのサワー種を起こしてからだからまあ10日目ぐらいだよね。だからねサワー種を起こしてから10日目ぐらいかにカンパーニュができたんですよ。これね初めて作ったのはノアレザンだったかな、あとカンパーニュとノアレザンを作ったのかもしれない。これをね初めて作ったのですよ。今思えば見た目はそんな良くないけどね、やっぱりね初めて作ってカンパーニュができると人間ね嬉しいの、ね、でできたと。でやっぱり10日ぐらいかけて酵母を起こしてるでしょ。そうするとねその酵母を捨てちゃったらまた一からやり直すってことになるし、次作るとしたらね、次から次へと作らないと酵母は死んでしまうわけですよ。酵母っていうのは水と粉とでできてるので、それを餌として与えないと死んじゃうわけね。で餌として与えてブクブクしてきたらそれをまた種として使えると、まあそのぬか床みたいなもんだよねちょっとね。だからね使わってないと死んじゃうのから、そっからね毎週焼くようになったの。それって今に至るから、つまりねそこからね止まってない止まってないね。焼くのはまあ最低でも週に1回は焼いてたの。まあそっからそのクビになった同じところに雇われたりとかして、まあ普通にサラリーマンみたいなことやってたんだけども、それでも必ず土曜日か日曜日はパンを焼いたの。そのサワー種が難しいとかいうまず思い込みはねちょっと取っ払ってほしいね。いきなり何も知らない人がサワー種から起こしてもできる。あとねやっぱりねパンの問題はね、パンに関してはみんなどうしても自分がお気に入りのパン屋のパン同じようにできないと、あこんなんじゃあ失敗失敗とか、あもう全然ダメとか言うけど、これもね寿司屋と比べてほしいんだよね。自分が握った寿司をいちいちあこんなんじゃダメだ、このシャリはダメだとか言わないよね。あの家でやった手巻き寿司、家でやった手巻き寿司それなりに美味しくて、まあ、それも数をこなせばだんだんこうご飯の硬さとかがこなれてきてとか、酢飯のその酢を入れるからちょっとご飯固めに炊こうとか、だんだんこう工夫してだんだん良くなっていくわけね。
でもパンだけはなんかみんなね、最初からなんていうの、職人ぐらいの形じゃないとダメみたいな、そういう感じなんだけども、そういうのも回数なんで、ね、最初からそれはね、寿司職人の寿司をと比べてるようなものなので、なんていうのかな、結構ね、そのメンタルが結構重要なんだよね、パン作りって。自分のでき作ったものでとりあえず喜ぶメンタルっていうの、膨らんで喜ぶ、次やったらまた形がちょっと良くなって喜ぶ、いちいちダメ出しをしないっていうのもね、結構重要かなと思いますね。いちいちダメ出しをしてはいけないのよ。例えばドイツでパン作りをしてる人っていうのは私ちょっと知らないんだけども、まあもう一つ言っとくけどね、ドイツで日常的に家でパン作りをするかっていうと、そういうことはないのやっぱり。朝7時から美味しいパンが、パン屋には安くて美味しいパンが並ぶわけでね。そしたらね、作る人ってね、かなり変わり者だね多分ね。だまあいわゆるそのホームベーカー、家でパンを焼く人たちっていうのはいると思うんだけど、ホームベーカリーじゃなくてね、ホーム家でパン焼く人のことホームベーカーとか言ったりするんだけども、いるとは思うけども、その人たちがいちいちね、あこんなんじゃダメだ、ああだこうだってやってるのか知らないけど、寿司職人と比べちゃダメよってことよね。自分の家の手巻き寿司と寿司職人の寿司は違う。でも自分も毎日毎日作ってたら寿司職人みたいなものが出来上がったりするわけよね。コツをつかんでちょっとずつ。パンもそういう手順であって長い道のりがあるわけ、そこにはね。だからね、やっぱり初めて作ってみてすぐダメだああだこうだって言うんじゃなくて、それはねもう本当に毎日毎日自分でパンを焼く、自分の食べるパンを焼いてたらそこそこ形はね良くなっていく。そこに至るまでに当然まあ、コツとかがだんだん分かってくるっていうのもあるよね。でそのコツを、まあ、YouTube とかいろんな本とかで得るっていうのはすごい早道でいいと思うし、あとね、誰かお気に入りの人を一人見つけていくといいよね。私は最初このルヴァンのこの本の高田さんって人、この人をお気に入り認定にしたので、まずはこの本をずっとやってた。でそのうちそういうのをやってるうちにだんだんね、何かを追ってると情報っていうのはそのうちね勝手に入ってくるようになる。でその次に見つけた本がタルティンブレッドっていう本で、タルティンベーカリーだったかな、タルティンブレッドだったかな、どっちか忘れちゃったけど、その本でまたそれはもう本当にカンパーニュに特化した本だったのね。まあ、カンパーニュに特化した本っていうわけでもないけど、まあ、カンパーニュがの話題がメインの本だと。そこであら目から鱗みたいな焼き方とか、こんな焼き方があるっていうのを知って、そこでまた一段階上がるわけよね。だからね、でしばらくその本やってて、そうこうしてるし、今度はインスタかなんかだったかな、でまたかっこいいカンパーニュを焼いてる人がいて、この人はどうやってやるんだろうと思ってずっと見てたら、その人たちもそのうち本を出したりとか、あとまあその人たちはね、どうだったかな、インスタでレシピも公開してたかな。なんかそうやってね、何かを追ってると情報ってだんだんね入ってくるようになるね。とにかくね、誰か一人お気に入りの人を見つけると、まあ、音楽とかと一緒だよね。誰か一人お気に入りのミュージシャンを見つけると、その人が聴いてる音楽だとか、その人から影響を受けたミュージシャンとか、そういうのからでまたそこから広がるでしょ、聴く音楽が。そういうのと一緒で、何か誰か一人お気に入りを見つけると道が開けるっていうのはある、まあ、そんなこんなでね、サワーだねは初心者じゃ難しいとか、まあ、そのうちね、サワー種 あのいわゆる本当のゼロから種を作るところも、まあ、やってみてもいいかなと思ってね、6月ぐらいにね。結局初めてやる人は発酵期がないからね、6月ぐらい、6月7月あったかい時期にねスタートすると、でそうこうしてるうちにね寒くなってくるとね発酵期が欲しくなるから、ね
そうこうしてるうちにね、絶対発酵機が欲しくなるのよ。そう、まあ、まずねそのお気に入りの人を見つけて、とにかくね最初から完璧を求めないっていうのはねすごく重要。そもそもね完璧を求めるのがねおこがましいのですよね。だってさパン職人ってさすごい毎日さ 何百個って焼いてさ、それを日々鍛錬してる人と、今日初めて焼きましたとか今日10回目ですみたいな人が、あ今日もダメだこんなんじゃとか言っても、それはね違って当たり前なのね。だから、まあ、よくね語学とかもそうだけど、英語も勉強したことないし、外国その韓国ぐらいでしか行ったこともなきし、特に会話を勉強したりとかリスニングを勉強したりとかしたことがないのに英語ができなくて恥ずかしいって思ってる人もね結構いるけど、それはさできなくて当たり前じゃない？そこが恥ずかしいって思うってことは、自分は勉強しなくても何もしなくても英語ぐらい話せる能力があるって思ってる、プライドが高いってことと、コンプレックスは本当にね表裏一体っていうか、そういうことなんだよね。だそれと一緒だよね。何もやってなきてないけど上手にできる器であるって思ってるってことだからね。だおこがましいでしょ、ね、だからね何事も回数ね、回数をやってるうちに形はどうにかなる。あとね細かいこと言えば、まあ、もっといろいろあるんだけどね、まあ、今日はこの辺にしときましょうかね。ということで第1回目パンラジオでした。全く役に立ったかどうかは分かりませんね。バイバイ。